新ー記念館は、新潟県新潟市中央区にある文化施設。建物は、国の登録有形文化財である。建設主は、現在の昭和汁石油の前身の一つにあたる、新ー石油創業者の新ー常吉である。新ー常吉は、新潟県三島郡出雲崎町二世の出身で、若き日から石油生成を通じて、新潟の産業振興に全障害をかけ、 大成功して莫大な財を成した。晩年は資材を投じ、新潟市に外国要人を迎えるための迎賓館を建設した。この現在の新津記念館にあたる迎賓館は1935年から3年を費やして建設され、1938年に竣工した。また新津は同年竣工した新潟市公会堂の建設に、 最しても、市に対し50万円を寄付している。しかしニーズは、迎賓館と公会堂の竣工翌年の1939年に、他界し、まとももなく、日本が太平洋戦争の戦時下に置かれるなどしたため、迎賓館として使われることはなかった。第二次世界大戦終結後、迎賓館は GHQ に接収され、最初は、商工の後には、 貸し館の住居として使用されたが、この間に荒廃した。その後10年間に及ぶ接収が解除され、新津家へ返還。新津家は戦後、新潟県内で石油販売を中心とした業務を展開するマルシン石油を創業し、迎賓館を再び住居の一部として使用したが、回収はままならなかった。マルシングループでは、新津津根基地の生誕120年に再始。 1991年3月20日に財団法人ニ津ツ記念館を設立して、芸品館の大規模改修、復元に着手し、1992年8月にニ津ツ記念館としてニ津ツ家が所蔵する美術品とともに有料の一般公開を開始。1998年4月21日付で、新潟県内で初めて国の登録有形文化財に登録された。 ありがとうございます。